ヒコニャンヒコニャンは、平成時代の日本のマスコットキャラクターの一つ。滋賀県彦根市のキャラクター。愛称は1167点の一般公募から選定された。江戸時代に同地にあった彦根藩の二代目、藩主、井ー直隆にゆかりある一匹の白猫をモデルとしている。造形的には、戦国武士の兜を被り、おおよそ三頭身で、 直立二足歩行をする猫でフォルメしたキャラクターである。なお、カブトは、E の赤備えとして、有名な池の伝来品をモデルとしている。そのカブトの様式、天月脇立ちは、城主のものと同じである。2007年、平成19年に築城400年を迎えた、彦根城の記念イベント、国宝、彦根城、築城400年祭のイメージキャラクターとして登場し、 全国規模で人気を博した。彦根城のマスコットとしての存続を願う多くの声を受け、イベント終了後も引き続き、役割を担うこととなった。国宝、彦根城、築城400年祭のキャンペーンやグッズ等で登場し、その、ゆるさが話題を呼んだ。近年の、ゆる、キャラブームの火付け役として知られている。通常はそのまま、ヒコニャンと呼ばれているが、 マスコットでありながら公式ブログでスタッフに持ちばわりされている。理由はスタッフの知人がヒコニャンを見て何あの持ちみたいなのと発言したことがきっかけになっている。経済的な利用方法としてキャラクターを使用する際に通常必要な著作権、使用料を当初無料の許可制にすることで個人、企業を問わず広く参加でき。 築城400年祭を盛り上げる効果を狙うという新意試みが行われた。著作権使用料を無料にすることで小規模企業を含めた様々な企業が参加し、イベントを通じて地域おこしを図る試みとして経済界からも注目された。ヒコニャングッズとしては普段は目につきにくい伝統工芸品の銅細工をはじめ、ヒコネの特産品や菓子など、 様々な商品が閉幕後も販売され、観光客などに喜ばれている。さらに、全国的な認知を得て、インターネットなどでも商品が販売された。反面、築城400年祭自体の認知度が、彦コニャに追いついていかなかったという課題も発生した。イベント終了後の現在でも、ほぼ毎日彦根城に登場するが、他にも彦根市、滋賀県関連。 いい家に関するイベントなどにも参加することがある。江戸郊外、武蔵国江原郡世田谷村、現、東京都世田谷区豪徳寺の豪徳寺で、彦根藩の二代目、藩主、いい直おがにわか雨にあって、大木の下で雨宿りをしていた際に、出招きをする白猫を見て近寄ったところ、直後に大木に雷が落ちた。この白猫のおかげで難を逃れたと感じたなおは、感謝し、 後に、豪徳寺を、い伊家の菩提寺とした。この白猫の伝説、いわゆる、招き猫発祥伝説の一つをもとに想起された。なお、豪徳寺を含む世田谷の地は、1633年、寛永10年に、江戸幕府からい伊家に可視され、彦根藩書領地となっていた。これは、現在の世田谷区のうち、面積にして、およそ半分程度にあたる。 2007年11月、ヒコニャンのキャラクターデザインを担当したモヘロン以下、原版社が、ヒコネ氏以下、市と400年祭実行委員会以下、委員会に対し、キャラクターの使用中止を求める民事調停をヒコネ会議裁判所以下、ヒコネ関西）に申し立てた。この騒動は、委員会が400年祭のキャラクターとして、原版社が猫をモチーフとして描いた、座る、跳ねる、 刀を抜くの3ポーズの3点のイラストを採用したことに始まる。委員会と原案者が所属するデザイン会社は、キャラクター著作権を買い取りの形で、委員会へ帰属させる契約を交わし、この結果委員会は、地元企業などに原則使用料無料として、商用使用等の許可を出てきたものである。しかしその後、委員会ではなく市が、著作権者として登記され、委員会が、 お肉が、鉱物等の原案者が意図しない、性格付けをした。この新たな性格は、大見牛の宣伝のために付加された。また同県の権利者とされている市は、制作した時点のイラストにはない親ポーズのついた、キャラクター商品について企業から、使用許可が戻された際に、これを許可したため、結果として、ぬいぐるみなどで初期の設定にはない商品が、販売された。なお、尻尾と、 ポーズについては、イラストは前方からの三ポーズのキャラクターイメージし存在せず、背面の設定はない。そのため原案者は、と主張して著作者人格権、同一性保持権を根拠に、市に対して400年祭終了以降の使用禁止の民事調停を申し立てた。この主張に対し、彦根市側は、と、反論、申し立て人の主張には、法的根拠が全くないとして、 事実関係を争う答弁書を市長自ら提出した。2007年12月14日に、彦根関西において民事調停が成立し、三ポーズ座る、跳ねる、刀を抜くの著作権を実行委が買い取り、市が商標登録し、彦根市のキャラクターとして、彦ニャンの使用を属することが決定した。市は上述の三ポーズのイラストの未業者に使用を、 許可できるとすることで、両者は合意した。一方、この調停により、原案者は、ヒコニャンを絵本に限り創作活動を認められることとなった。その後、原案者がヒコニャ、ントルイジのキャラクターを、ヒコネのようにアンコという独自ブランドで和解にあった、絵本以外の様々なグッズを販売した。市はこれに対し、2009年7月28日著作権や、 商標権を侵害しているとして、市内の業者に、彦根の良いニャンコグッズの販売中止を求める文書を、送達した。一方、原案者側からも、調停後も市が、立体グッズ制作を業者に許可し、立体のぬいぐるみなどが登場していることに対し、異論が出され、2011年12月24日、大阪地裁は、両者が交わした調停に違反すると認定した。市は、 着ぐるみの使用についてはもともと争いはなく、着ぐるみと類似するグッズの販売も認められているとして翌1月、大阪公裁に即時広告した。さらに市は、2011年3月、原版者やグッズ製造会社などを相手取り、ヒコニャ、イントルイジキャラクターの製造、販売の差し止めや損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。 一年8ヶ月もの間協議が進められた結果、2012年11月、両社は類似キャラクターグッズの製造、販売の禁止、グッズを製造、販売した4業者は、解決金、計370万円を、彦根市氏に支払う。氏が、今後彦にゃんの絵本やアニメを作るときは、原版者の同意を得るなどを条件として、和解に至った。 2013年3月18日、これまで使用を許可してきたイラスト3ポーズに加えて着ぐるみの1ポーズについても使用できるようになった。和解によって二次的著作物の利用権が明確になったことで実現に至った。さらにポーズの制約により利用許諾量が3年間で7割を割り込むようになったのを受け、2016年7月25日に 死と原作者の間で新たな覚書が締結され、死からの要請を受けて、原作者側が新たなイラストを制作することと、そのイラストの著作権も死が買い取り、原作者側は著作者人格権を行使しないことが合意された。この合意により、ポーズの制約が事実上なくなり、動画の制作などができるようになった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。